お腹が空いたらモンスター。こんにちは、ロシアン佐藤です。はい、インムンバイということで、今実は動画撮ってるのがハイアットリージェンシーの私の部屋です。ちょっとこれで一回どかすね。透明なこのおしゃれなデスクで撮影をしてるんですけど、今日はですね、つぼわさんにお誘いいただいて YouTuber5人ありがとう、うち入れてくれた5人でムンバイ旅をしてる1日目なんですけど、実はみんないるんですよ、横に。イエーイ来て、みんな来て一旦これは置いといて、モンスター、イエーイ、つぼわさんと、イエーイ、みそのさんと、モンスター、マーシーさんと、ナマステーマンペイさん、一人ちゃう、ね、モンスターにしてよ、そこナマステーインド着いた。イエーイ。ちょっと私一人増えてる。インドトラッキングだからね、私の周りにいないと映らないかもしれない。チャクラっていうお店でツーバーさんおすすめのインド料理をひとしきり堪能した後に、お腹いっぱいになってきた。そう、じゃあ私はこちら、はい、ケンタッキーさんを買ってきました。イエーイ、イエーイ。袋が可愛い。地球を守ろう。ここはだってケンタが買える唯一の星なんだよって書いてあります。あ、なるほどね。プラスチックバッグ、やっぱあれですよね、減らす運動的なので紙袋になってるという感じで、今日はこちらを食べていきたいと思います。見てね。はい、ということで全部準備ができました。チキンちょっと見えにくいんで出してみたんですけど、日本のケンタッキーよりもなんか衣が結構カリカリクリスピーそうな感じになってますね。韓国チキンみたいな見た目してます。思ったより量が少なかった。ちょっと自分がどれだけ食べれるか いつもよく分かってない。思ったより量が少なかった。ご飯が思ったよりそんな大きくなかったから、スモーキーグリルとか180ルピーだから300円ぐらいかな、300円いかないぐらいですね。これも、これがライスボール、ウニタラライスボール、ワンピース、全然わかんない。ちょっとわかりにくいけど一個ずつ食べながら紹介していきたいと思います。それでは早速いただきます。今日本時間だとね、午前4時ぐらいなんだってそれはちょっとみんな眠いよね。みんな 見守ってくれてるんだけど、すごく眠そうだもの。ちょっとこのね、汁だくになっちゃってる。これを先に食べたいなと思うんだけど、グリルチキンなんだけど、こんな感じのチキンです。うん、さっき食べた味だタンドリーチキン。うん、唐辛子が効いてる系の辛さ、おいしい。うん、ジューシー、すごい。辛いの好きな人は多分全然いけるぐらいの辛さ、私も全然いけるぐらい。すごい身がほぐれやすいです。柔らかくて美味しい。普通にケンタッキーのドラムのチキンぐらいありますね、サイズが。これありました。あ、ここがでも結構ピリピリ残る。うん、どれぐらい辛いかってつばさんが聞いてくれた時に普通って言ってうん、でも日本でもやったらいい、これ美味しい。はい、スモーキーレッドチキン完食です。なんかスモーキーって書いてあるけど、タンドリーチキンぐらいのスモーキーさ、あと結構あの赤唐辛子の辛みがしっかり効いてる。だから結構ジューシーなので食べやすいと思います。日本にあっても結構好きな人は頼みそうな感じの味。じゃーん、こちらあのインドのレッドホットチキンだって。あの日本のやつだとね、普通にケンタッキーのやつがこう赤いチキンだと思うんだけども、こっち赤いタレがかかってて、インドの人にも辛いみたいな感じの書き方をされてたんで、
さあどれぐらい辛いんだろうっていう感じなんですけど、結構真っ赤ですね。なんかね、スイートチリみたいな香りがする。うん、スイートチリの味がする。うん、うん、そんなに辛くないよ。スイートチリソースにすごい近いソースが、あのカリカリのチキンに絡まってる感じです。南平もちょっとその表現を、匂いとかをぜひ。ああ、なるほどっす。うん、説得力のない、薄っぺらいコメント、うん、赤いっすね見たらわかるわって。チキンっすねだってケンタッキーだもんいやいや待ってるのめっちゃしんどいんですよ、これを。いや、待ってるって思わんといて、見てるから、めっちゃ見てる、見てる、楽しんでるから、楽しんでる、超勉強してる聞くだけ来て寝てるもん。え？え？おい、なくなりました。早っ。スモーキーレッドと辛さは同じか、こっちの方が辛くないかぐらいで、あの甘みがあるので、こっちの方がもしかしたら食べやすいかもしれないです。このスモーキーレッドが多分乗ってるご飯、何米ですか？インド、タイ米、インド米、インディカ米か。坪和さんと行った1軒目のご飯屋さんではね、手でご飯を食べたんですけど、隣で食べたらインドのね、ご家族がね、普通にスプーンで食べられよったんですよいやね、もう聞き出したら止まんない。うん、あ、なんかね、辛くはないけどカレー味です美味しい。でもこれ、うん、結構みんなこれでお腹いっぱいになりそうだね。無知な男からしたらスイートチリ何か分からなかったあんなにあんなにアジア圏旅してて、スイートなチリな、僕ぐらいまで来たらそれすら分かんない。あんなにアジア圏旅してるから、多分食べたこと絶対一回は口に入れてると思うけど。確かに確かに。あ、でも結構後が辛い全部辛い結局何がしか辛い。美味しいけどね、全部。じゃーん、うん、カリカリ。細かいフライドチキンがいっぱい乗ってるやつですね、今度。うん、混ぜて一緒に食べたらいい感じ。うん、混ぜて美味しい。じゃん、これはケンタッキーが乗ってるご飯唐揚げ弁当的な。上に乗ってるやつは日本のケンタと一緒の。いや、うん、味近いんですけど、ちょっと衣がちょっとカリカリ。あー、私今どこを食べれるんだろう、これ鶏の。
すごい。うん、完食です。油分もしっかりある感じだからしっとりしてるんですね。多分カレーのところに結構油分があって、ここがね今テカテカしてる。よし、ご飯全部なくなりました。あとはチキン、残りのチキンと、あとこのハンバーガーのセット、ハンバーガーのセットにまだチキンがちっちゃいのが2ピースついてるんですよね。あとポテトで、ポテトはなんかインドの人はすごいケチャップが好きなんだって。好きって言ってもね、何につけるんっていう量のケチャップをね、こんだけいただいてしまったんですよ。特に何も言わんかったからね、いらんよとか言わんかったから、ここ使うこれ、アゴちゃんにでもあげようかな、ポテト。時間を置いたマックのポテトの S って感じです。時間経っちゃったもんね。うん、ケチャップあるから美味しく食べれる。ポテトふにゃふにゃ派とカリカリ派ですね。うん、すごい分かれてますよね。分かりますね。ちなみにどちらなんですか？僕もカリカリ。私しなしな。じゃん、バーガーです。これはセットで、さっき食べてたポテトと、あとちっちゃいチキンが2ピースと、このバーガーのセットで、これがそのセットのバーガーで、クラシックジンジャーバーガーって書いてあるんだけど、 Z のジンジャー、ジンジャーってなんだろう。いただきます。うん、うん、うん、もうマヨネーズソースみたいのがちょっと甘い。なんかチキン竜田揚げみたいな、辛いとかはね全然ないですね。結構むしろちょっとこのマヨネーズソースみたいのが甘くて、うん、はい、バーガー完食です。はい、ふわふわで結構口どけがいいバンズにカリッとしたチキンが挟まってて、であと甘めのマヨネーズソース、すごい酸味の控えめのマヨネーズソースみたいなのがかかってるんですけど、相性がめちゃくちゃ良かったです。インタビューしに行きます。もうチキンしか食べない、絵が変わらない、ずっとチキン。お邪魔しました。うわ、カリカリ。うん、あ、おいしい、これうん、結構ね味がしっかりしてておいしいですね、このチキン。完食。じゃん、ラストのチキンです。これが普通の、どこだろう。うん、日本でよく言うキールの部位かな、これは。なんか衣の下の層にこう辛いところがありますね。これキールじゃなくてリブ？ウイング、
はい、このあとチキンストリップ3本だけ残ってるんですけど、せっかくなのでケチャップでもつけて食べますか。よく思うんだけど、この海外のケチャップのやつ開けにくいよね。ケチャップがちょっと甘いんだ。ラスト、ラストはクッキーでした、はい、完食しました。ごちそうさまでした。はい、ということで今日はムンバイからお腹が空いたらモンスターでした。今日はインド初日ということでホテルについてチェックインして、で夕ご飯食べて、でその後撮影してぐらいだったんですけど、いやーすごい、やっぱりあのお国柄が違うとすごくね、文化とかあの民族性みたいなのとかも違ったりして、もう初日だけですっごい楽しかったです。あとね、本当に道路に犬がいるなんかめっちゃ尻尾振ってくるんですよ。それではお腹が空いたらモンスター、今回もここまで見てくださってありがとうございました。今日はムンバイのケンタッキーでした。インドのケンタッキーね、結構日本人でも食べやすい味付けなんじゃないかなと思いますが、あの辛いの苦手な人はね、ちょっと食べれないメニューが多いかもしれません。辛いのも結構得意だし、ケンタッキーも好きだよという方はね、もしかしたら日本のケンタよりもインドのケンタの方が好みの味のものあるかもっていう、あの辛いメニューは充実してるので、ぜひぜひインド来られた際には試してみてもらえたらなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。また明日からもみんなとわちゃわちゃと撮影をします。